調子川1、聖五郎滝。2、調子川な秘境、3、川口調子川は、大台ヶ原を源流都市熊野灘へと注ぐ、三重県南部の紀北町を流れる二級河川。三重県環境下の環境基準点における河川、水質ランキング水質調査で2007年と2011年に第1位となった。その透明度の高さから、奇跡の川と呼ばれることもある。 日本国内でも特に年間降水量が多い地域の大台ヶ原を源流として三重県南部の紀北町を流れ熊野灘へと注ぐ。源流部の標高は約1600メートルでありわずか17キロメートルの距離を山間を流れる。源流から川口までの大きな標高差と流域人口の少なさから清流を保ったまま海へ注ぐ。透明度が高く。 潜らなくても、水深3メートルほどの川の底まで見ることができる。高い透明度を保つ理由の一つとして、地下のもう一つの川と言われる、伏流水の存在が挙げられ、川の水が地下と地上を行き来しながら、汚れを浄化していることが知られる。地下の川からは2016年に、調子がアメリカ横エビという調子川でしか、発見されていない新種の横エビも発見されている。 源流部の谷には、生五郎だき、上流部には侵食された、河口岩の渓谷、またし流又口川沿いに、約3キロメートルにわたって、巨岩や奇岩が林立する魚引景など渓谷美を、形成する。川口部でも透明度が高いことで海水と川の水が、混じり合う気水域では、境界部が、ゆらゆらと揺らめく、ゆらゆら帯が確認される。 調子川、木水域側に生息する魚種は、アユ、アマゴ、鮎かけ、ルリヨシノボリ、極楽ククハゼ、ボウズハゼ、カマツカ、平手手長エビなど清流を代表する魚種やエビをはじめ、秩父、沼秩父、河鱗、追い川、ウグイ、ウナギ、シ島ヨシノボリなど多種に及ぶ。流域には、林業が発達し、山菜が多いことから特にいたり料理などの、 山菜料理が独自に発展した。また優秀な石膏が多く、ユネスコ世界遺産熊野古道の馬越峠などで知られる石畳などが増設され、石膏技術を受け継ぐ建設業者が現在でも存在する。1916年から1925年にかけて、四日市聖市が大台ヶ原で森林の伐採を行い、銚子川沿いに簡易軌道を敷設して、搬出を行った。 この間、四日市聖市は、流域で事業用の発電所を計画したが国への申請したが、却下されたため、自家用の発電所の建設にとどまった。一方、すでに地域で発電事業を行っていた大和瀬電機には発電所の建設が認められ、1923年に発電事業を開始した。東海旅客鉄道規制本線、愛賀駅徒歩、約20分。 ありがとうございます。